其实这次是对峙感很强的两个阵营。首先这四位侦探每一个人对我们的案情，大家看完以后都会发现他们都有推动作用。对，每一个侦探的风格，他们断案推理的方式方法都有不同的方向去推动。见到了世界各地不同样的侦探，遇到对手角色越来越强大，其实是一个很大的压力。We have all actors from over the Asia. 確かに探偵はいろんな国にもいるし、その人たちの優秀なその探偵たちが一つの事件をこう解決していく。到最后是一种相对来说是协作的关系，甚至对整个最后的案情是缺一不可的。日本と中国だけじゃなくて、そのアジアが一つになるっていう、そういうものを映画の中で表現できたら、我觉得是一个很好玩的一个亚洲文化的一个融合。Action！ 那我觉得它就经过这个时间，经过一点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 ，哎，就呈现出来了。它更接近一个集结感的那种。アジアの中でこうやって言葉は少しずつみんな違うんだけれども、一緒にものを作れるっていうのはとても感動しましたね。やっぱり映画を見るファンの方たちにとっては楽しみにつながるものだなという印象は受けてます。アジアみんなが一緒になって楽しめる映画だなと思ってますね。とてもスケールが大きいということですね。あ、また中国で映画ができてるっていう喜びもあります。大家到日去电影院去来体会这种魅力。アベンジャーズを超えて世界ナンバーワン、驚異の超ヒット作、日本緊急上陸。中国の探偵に日本の探偵もいる。タイの探偵もな。游戏才刚刚开始。游戏。アジアの超豪華キャスト大集結。全ジャンルメガ盛りの超絶エンターテインメント。東人街探偵東京ミッション。本院部隊。